お金に興味がない人は、現代社会にはほとんどいないだろう。なぜか、お金があれば、美味しいものが食べられる。お金があれば、欲しいものが買える。お金があれば、行きたいところに行ける。お金があれば、病気になっても安心だ。お金があれば、老後が安心だ。社会では、お金があれば、便利や安全、使い方によっては、名声を得ることもできる。お金は万能のツールのように思える。だからお金が欲しい。本書は、お金に支配されないための本だ。お金は、人間が便利に生活するために作り出したシステムだ。人間が作ったものに、人間が支配されるのも、おかしな話だ。しかし、ある程度、お金に対して、しっかりとした考え方を持っていないと、気づかずに、お金に支配される人生を送ってしまうことになる。本書では、お金の心得リストを、紹介する。これは、お金に支配されない人生を送るための要素を凝縮したようなものだ。リスト自体は、1分で読める。これを毎朝、通勤時間にでも読んでいただく。主婦の方なら、洗濯物を干す前でもいいだろう。リストに毎朝目を通すことにより、お金に対する正しい考え方をすり込む。それで意識を変えていく。意識が変われば、行動が変わる。行動が変われば、結果が変わる。冷静にお金と向き合い、付き合っていくマインドが出来上がる。本書の構成を説明しよう。まず、お金の心得リストを提示する。次に、リストの内容を、それぞれ説明するパートになる。これも10分程度で読めるので、ざっと目を通してほしい。あとは、毎日リストを読むだけだ。それでは、早速、お金の心得リストを紹介しよう。お金の心得リスト。見栄を張らない。節約は目標を持ってする。セール、ポイントに踊らされない。働き続けること。お金のかからない趣味を持つこと。時間はお金で買える。健康もお金で買える。お金で買えないものに集中すること。お金は気楽に借りない。お金は貸してもいいが、あげる気持ちで、ストレス解消にお金を登場させない。ご褒美にお金を登場させない。金額が高ければ考える時間も長く、お金のために生きない。生きるためにお金を使う。ここまでがお金の心得リストだ。次はそれぞれの項目を説明していこう。見栄を張らない。見栄を張るとどうしても意味のないことにお金は出ていく。いい時計をつけたり、いい車に乗ったり、人の目を気にして、そういったものに金を使っていたらキリがない。もしもあなたが時計が好きで買うなら構わない。問題なのは人に見せるために買うということだ。これはある意味キリがない。見栄を張る人が何人かいるグループだったら、見栄の競争が起こってしまって、際限なく金がかかる。金は自分の計画に基づいて意味のあることに使わなければいけない。人によく見られるために使っても仕方ない。節約は目標を持ってする。漠然と節約をするのは良くない。なぜなら、結局は長続きしないからだ。逆に反動で無駄遣いしてしまう。お金を貯めて、独立起業するとか、株を始めるとか、資格の学校に通うとか、使うことを前提に貯金はしなければたまらない。不測の事態のが起こった時のために、貯金しておくというのは、根拠としては弱い。節約するには、毎日の欲望を抑えなければならないので、根拠が弱いと続かない。むしろリバウンドする。節約には、鮮明な目標を持とう。もし漠然と目標なしに節約したいなら、もはや、それは貯金を目的にするべきではないだろう。製品的な生活を目的としてやればいい。武士のように、無駄をなくして生活することに、価値と美しさを求める。そういった生き方を目指すという目標があるなら、目的のない節約もできるかもしれない。しかし、夫や妻、子供がいる場合、理解されないだろうし、強要しようものなら、大きな反発があるだろう。セール、ポイントに踊らされない。節約が好きな人に多いのは、セールやポイントを最大限に活用しようとする人だ。これは確実に節約につながっていない。まず考えてもらいたいのは、販売店は売り上げを増やすためにこういった企画をやるのだ。ということは、お客様が支払うお金が増えるということだ。あなたの財布を狙っているのだ。簡単に言えば、安くなっているからといって本来はいらないものを買ってしまうのだ。同じようなデザインの服を2枚も3枚も持っている人はいないだろうか。それはセールだったからと、なんとなく買ったものでないか。必要な時に必要なものを買うようにしよう。セールやポイントを気にしないようにしよう。振り回されれば確実に出費が増える。ポイントカードは捨ててしまおう。働き続けること。実は金を多く稼ぐのに一番確実なことは、なるべく長く働くことだ。頑張って働いて年収を上げることが大事なように思えるが、平均すると仕事をしていない期間があれば生涯収入は増えない。また定年しても何かしら職を探して働き続ければ収入は大きく変わってくる。生涯収入の観点からいけば、多少の年収の増減よりも無収入の期間をいかに短くするかが重要になるのだ。0円の期間があればそれを取り戻すのはかなり大変だ。お金のかからない趣味を持つこと。人生を金に支配されないというのが本書のテーマだが、そのためにも金のかからない趣味を持とう。車や旅行のような金のかかる趣味を持つと、趣味が金に支配されてしまう。人生を楽しむために金は必要だが、さらに重要度が高まってしまうのだ。しかも趣味を楽しむために金を使ってしまうので、投資するべき金がなくなる。大事な金を使ってしまっているから、
心の底から趣味を楽しめない、金のかからない趣味を持つことが大切だ。読書やテニスのような近所でできるスポーツ、散歩もいい。音楽や絵画のようなクリエイティブなものも、奥が深くて楽しみが尽きない、いい趣味を持とう。時間はお金で買える。時間は金で買うことができる。例えば、歩いたら30分かかる場所でも、タクシーなら10分だ。時間を金で買うことができるシチュエーションは、意外と多い。そういった時に、金と時間で、バランスを考えよう。得だと思ったら、金で時間を買おう。金で買えるものの中で、最も貴重なものが時間だ。うまく金で時間を買えれば、人生でできることは非常に増える。一番有効な金の使い方として、職場のそばに引っ越すことだ。職場まで歩いて、5分の場所に住む。今まで、片道2時間の通勤をしていたとしたら、どれほど時間を得するだろう。家族と過ごす時間も、仕事を頑張る時間も、何もかもが増える。引っ越せない場合は、逆の考え方もできる。給料が下がってもいいから、家の近くの職場に転職するのだ。転職理由は、家から近いから、非常に合理的だ。片道1時間を超える通勤時間は、都市圏では当たり前なのだが、人間の生活としては異常だ。1日8時間眠るとして、残りは16時間。食事をしたり、風呂に入ったりする最低限の生活時間が、2時間としよう。残りは14時間。片道1時間、往復2時間の通勤だったら、この14時間の7分の1を通勤に費やしていることになる。あなたは人生の何分の1を通勤に当てているだろうか。こういった状態を解決するのが金だ。金は使うべきところでは使おう。健康もお金で買える。金持ちは、まず健康診断に金をかける。何十万円もかけて、精密な検査をする。早期発見すれば、治る病気は多い。逆に、発見が遅れれば、治るものも治らない。いいものを食べるから、健康に過ごせるとか、ストレスが少ないから、健康に過ごせるとか、そういったこともあるかもしれないが、それに関しては確実性がない。逆に食べ過ぎたり、金を守ることがストレスになることもあるだろう。しかし、健康診断による健康への貢献は確実だ。また、金に対して、一番大きな影響を与えるのは不健康だ。仕事ができなければ、収入はなくなる。入院費用もかかる。保険に入るよりも、一段階高度な健康診断を受けるなり、健康診断の回数を増やすなりする方が、合理的かもしれない。健康はかなり金で買える。これこそ有効な金の使い方だ。お金で買えないものに集中すること。金で買えるものは多い。しかし、金で買えないものは存在する。金で買えないものは、大抵は自分自身の努力で手に入れるしかないものだ。例えば、仕事をやり遂げたという達成感は、金では買えない。絵を描き上げた達成感もそうだ。出来上がった絵も金では買えない。あなたが描かなければ、この世に存在しなかったのだから、精神的な満足は、金で買うことは難しい。これがないと、いくら金を稼いでも、いつも虚しいままだ。家族や愛は、金で買えないものの代表だが、そんなことはないという人もいる。その根拠は、金を持っている男はモテるということだったり、子育てにも金がかかるということだ。これも一面の事実だ。平均年収がある程度下がると、離婚率が上がるというデータもあるし、実際に幸福度には差がある。ただ、やはり愛は金では買えない。金だけでは、家族は愛し合えないからだ。金と努力が必要だ。そして、この理屈は、絵を描き上げるのでも、仕事をやり遂げるのでも同じで、最低でも、あなたが生活する程度の金は必要で、画材や仕事を継続する費用は必要だ。金で買えないものとは、金だけで買えないものと言った方が正確だ。愛情や友情、達成感や信頼、そういった金だけで買えないものに集中しよう。そういったものは、往々にして、人生の目的になるものだからだ。これがなければ、金が一番の目的になってしまって、金に支配される人生を送ることになる。お金は気楽に借りない。金の貸し借りは人間関係を壊す原因だ。あなたはちゃんと金を返す人間だと思うが、相手は返してもらったことを忘れるかもしれない。この間の1000円返してもらってないよ。返したじゃん。ほら、あの時に。そうだっけ？こんなやり取りをしたら、お互いに気持ち悪い。金を借りる場合、大体は財布に持ち合わせがなかったとか、そういったうっかり忘れの場合が多いだろう。手間を惜しまないで、ATM に引き出しに行こう。できる限り借りない。これは基本だ。お金は貸してもいいが、あげる気持ちで。金を貸す場合は、あげる気持ちで貸そう。相手が忘れてしまったら、仕方ないと思って貸すのだ。自分も貸したことを忘れてしまうともっといい。返してもらおうと思うと、それを覚えておかなければいけなくなる。それは、割と記憶には負担だ。逆に、あげられないくらいの金は、貸さないことだ。1000円、2000円を貸すということは、たまにあるだろうが、1万円、2万円を、よく借りるような人とは、付き合ってはいけない。金にだらしない。必ず生活を破綻させて、10万円、20万円を借りに来るはずだ。ストレス解消に、お金を登場させない。ストレスが溜まった場合に、買い物をしたり、高級レストランに行ったり、旅行に行ったり、飲みに行ったり、金のかかることをする人がいる。これは危険な習慣だ。ストレス解消に金を使えば、余計ストレスが溜まる。
またその解消のために金を使う。無限地獄のように金がなくなっていく。ストレスは近所をジョギングするとか、絵を描くとか、楽器を弾くとか、そういった金のかからないことで解消したい。ご褒美にお金を登場させない。自分が何かを達成したらご褒美として金を使う人がいる。これも危険だ。大抵の金の使い方が無駄遣いだからだ。目標を達成したからあの勉強になる本を買うとか、目標を達成したからスポーツジムの会員になるとか、そういった未来につながる金の使い方をするならいい。大抵は高級腕時計を買うとか、バッグを買うとか、そういった浪費に使ってしまうのだ。エステとか海外旅行とかにする人もいるかもしれない。金をコントロールしたいならご褒美として使う金も自分への投資を優先したい。目標を達成したから英会話学校に通うとか、目標を達成したから高級なセミナーに出るとか、そういった発想だ。なぜご褒美として金を使ってはいけないかというと、大抵の人の目標はいくら稼ぐという目標じゃないからだ。個人事業主が300万円稼いだら50万円の時計を買う。これなら実はいいのだが、普通はこのプロジェクトが終わったら時計を買うというように金には直接関係ないパターンが多い。要するにサラリーマンのもらえる金は大体決まっているのだ。努力でそうそう上下するものじゃない。それなのにいちいちきっかけを見つけて無駄遣いをしていたら、金を稼ぐために投資する金がなくなる。もし自分へのご褒美として金を使うなら投資しよう。このプロジェクトが終わったら自分へのご褒美として20万円 FX をやるとか、もしボーナスが100万円出たら30万円分株をやるとか、そういったことだ。時計やバッグよりは金になる可能性がある。損しても経済の勉強になる。あなたが年収1500万円以上なら自分へのご褒美で贅沢品もいいだろうが、そうでなければ無駄金は一切ない。生きた使い方をしよう。金額が高ければ考える時間も長く。金額が高いもの、車や家は長い時間をかけて考える。逆に金額が安いもの、日用品や雑貨は短い時間で決める。これは実に合理的なことだが、意外と金額が高いものを十分に検討しないで即決してしまうことがある。特に本体の金額が高くなると人間の感覚は麻痺する。例えば10万円のコンピューターを買うとする。一緒にマウスもどうですかと店員から勧められる。じゃあ一つお願いしますと価格も聞かないで決めたりする。このマウスの価格は2980円。ちょっと高いなと思いながらも、まあいいかと買ってしまう。しかしよく見てみれば500円600円のマウスもたくさんある。スーパーやコンビニで10円20円を節約しても何の意味もない。たった1回で2000円損をしている。こういったことは多い。特に車や家のオプションは気をつけよう。長く使うものだから少しでもいいものをと思ってどんどん価格を上げていってしまうが、実際には必要ないものまでつけてしまうケースがほとんどだ。数十万円数百万円の損はいくらスーパーで節約しても取り返せない。お金のために生きない。生きるためにお金を使う。金はあくまで人間の労働力が姿を変えただけのものだ。ただこの金ができることが多いので、それを増やすことが人生の目標のようになってしまう。これを防ぐには生きるために金を使うように意識することだ。どういうことか。人生の目標を持つということだ。家族を幸せにするのが人生の目標だったら、幸せを定義してそのために金を使う。毎年の家族旅行が幸せのために必要だと判断したらそこに金を使う。足りなければそのために稼ぐ。金は使うために稼ぐのだ。要するに人生の目標のために働くのだ。これは当たり前だ。しかし時として手段であるはずの金で頭がいっぱいになってしまう。また金儲けは面白い。世界中の人々が参加しているゲームのようなもので、その魅力にやられてしまうこともある。もちろん金儲けを楽しんでもいい。それが趣味なら金がかからないし、むしろ金が増えるので理想的だ。増えた金が人生の目標に対して役立つだろう。金は手段だということを忘れないでほしい。後書き。さて本書はここからが本番だ。本書で紹介した金に振り回されないための心得をまとめたお金の心得リストを毎朝1分読んでいただく。毎朝目を通すことにより意識を変える。金に対する意識だ。意識が変われば行動が変わる。行動が変われば結果が変わる。ここで言う結果とは金ではない。人生の満足度だ。金に対する不安のような感覚も消えるはずだ。何のために金があるのか、何のために金を使うのか、それが徐々に鮮明になるだろう。おそらくあなたは2週間くらいでリストに飽きてくる。しかしここで諦めてはいけない。それでは金に対する感覚は元に戻ってしまう。そうなればまた金に振り回される日々だ。気がつけば財布の中に小銭しかない。大切なことに使うべき金がない。なんとか2ヶ月続けてみよう。2ヶ月続ければ習慣化する。そうなればその後も続く。また本書のリストに物足りなさを感じてくるかもしれない。その場合は自分の考えや他の本の考えを取り入れてオリジナルのお金の心得リストを作ってもいいだろう。
その場合に注意してもらいたいことは、1分以内で読み終えられる分量にすることだ。長いと継続が苦しくなってくる。重要なのは継続だ。それでは本章はここで終わりだ。読者の皆様には金の支配から解放され、逆に金を支配し思うがままの最高の人生を手に入れてほしい。ではあなたの充実した未来を想像しながら終わりとさせていただく。読料ありがとうございました。